はい、えー。今回ですね、吉谷拓郎公式ブロ,グブログからお問い合わせいただきました。ありがとうございます。こちらですね。お問い合わせいただいたんですけども、えっと、内容がですね、なんと L の部屋に対してのお問い合わせということで、えっと、今 L の部屋っていうのをやってるんですけども、えっと、この L の部屋ですね。はい。これのお問い合わせということで、えー、いただきました。ありがとうございます。ただしですね、 えとこちらの L の部屋に関しては、この吉谷拓郎公式ブログの裏メルマガっていうところがあります。で、この裏メルマガの方に登録していただいて、そこからの応募となります。はい。で、まあ、あの、メルマガの企画としてやってますので、で、えー、もうちょっとキャンペーンの方、買取アップキャンペーンの方はちょっと終わっちゃったんですけども、まあ、キャンペーンやるとこんな感じのページをメルマガでご案内します。 で、これが、まあ、直近でやったキャンペーンで、えー、これ冬ですね。もう寒くなりましたけど。で、えー、秋もやりました。で、えっ、ー、と、夏も、夏もやったんですけど、夏あたりですかね。この2倍、えー、3倍、4倍、この前5倍やったんですけども、まあ、次ね、6倍やりますので、こご期待ください。なんで、まあ、あのメルマガの方に登録していただいて、 今後お問い合わせいただければなと思います。で通常はですね、通常のページはこんな感じです、はい。通常はこのページです。キャンペーンの時だけちょっとこういう感じになります。はい、で通常ページはこんな感じですで。こちらも今キャンペーン終わったばっかなんで、えー、またその なんだえっ、ー、と、買い取りの再開スタートしますよ、みたいな感じでメルマガでご案内しますので、えー、登録の方をお願いいたします。えー、登録はですね、えー、こちらの登録、ここから登録できます。裏メルマガですね。はい。今回、ここからお問い合わせいただいたと思うんですけども、ここから登録できます。はい。で、まあ、えっ、ー、と、せっかくね、こんだけ L の部屋にお問い合わせということで、結構ね、えー、お渡せいただいてるので、まあ、特別ですね、こちらの 通常だったらですよ。通常だったら、こっちの専用のホームからお合わせいただくという形なんですけど、内容を見るとですね、えっ、ー、と、まあ、僕の動画を見ていただいて、ブログとかね、見ていただいて、あと、えっ、ー、と、このじょ、僕の出版社の情報教材、えー、完全バイブルですね、を読んでいただいてるということなので、まあ、特別に、えー、L の部屋でも採用させていただきますので、はい、ご連絡します。 で、まあまあ、えっ、ー、と、ちょっとね、L の部屋の、この、なんですかね、枠がもう結構埋まってて、多分これを放送するのが11月のなんぼだ。まあ後半になると思います。もしかしたら12月入っちゃうかな。なんで、まあ直近でね、 質問ということで、ちょっと、この、この動画でも回答しようかなとは思うんですけど、ま、あいろいろ書いていただいています。あとね、ニックネームがなかったんで、あの、僕が勝手にニックネーム、島根県のフリーターさんで、えー、行かしていただきます。ニックネーム、島根県のフリーターさんということで、L の部屋でもこちら採用して読み上げさせていただきたいと思うんですけども、ただ、放送日が、ああ、多分12月ぐらいに入っちゃうかもしれないので、 まあいろいろ書いていただいてるんですけど、これですね。吉谷さんのネットビジネスに対する覚悟等のやり方を聞けるとありがたいですという覚悟ですね。うん。まあ覚悟はね、まあまあ作れないですよ。<laughs> まあこれ、ラジオの放送ではなんて僕が、まだラジオのね、収録し,してないので、えー、な,なんで回答、ラジオの方でね、なんで回答するかちょっとわからないですけども、まあ覚悟はね、あんまり 作れないですねうーんだからなんだろうな元そもそも覚悟は作れるんだって覚悟は作れる人って多分ね孫正義さんとかねなんか高校を退学して高,高校を退学してねあのー、まあ渡米するんですよ。まあ孫正義さんのストーリーを知らないと分かんないかもしれないですけどまあ高校を退学して渡米してあのー、なんですかねもう死ぬほど勉強するみたいなストーリーがあるんですけども。 まあ一部の人だと思いますその覚悟をともあの取れてで決断できてでそういうなんか飛び込めるっていう人は多分一部の人だと思うんでこれはあのそういう覚悟を覚悟しないと僕の見解だと覚悟しないとやっていけない環境に飛び込むっていうことがあのいいと思いますね。うん、えーと 覚悟,が覚悟は自分でできる人は1割と。1割と、まあ、これ、ダイエット商品とかもあのか、ダイエットとかも分かりやすいですよ。例えば、例えばね、ダイエット。まあ、これ、よく言うんですけど、痩せる方法ってみんな、痩せる方法ってみんな知ってますよね、と。 ど,どうですかね。痩せる方法を知らないっていう人はあいないと思います食事制限食事制限して、えーえー、運動すると、はい、もうこれで痩せるじゃないですかどうですか食事制限して運動すれば絶対痩せるじゃないですかねその食事に関してもそのダイエットに適した食事ですよ 別にご飯、まあ究極はご飯食わなければ痩せるとは思うんですけど、まあその、人間がもう普通に健康的に生きていけるカロリーとか摂取とかあるじゃないですか。別にそれでいいわけですよね。それプラス運動すればいいだけの話で、まあお菓子とかね、いらない、別にお菓子食わなくても生きていけるわけじゃないですか。別にそのケーキ食わなくても生きていけますよね。生クリーム食わなくても生きていけるじゃないですか。<laughs> 別に。 だからこの痩せる方法ってみんな知ってるんだけどなんで痩せられないのかっていうとやっぱその痩せられない環境にいるんですよね痩せられない痩せることができない環境にいるとどういう環境にいつもいるのかとコンビニでおやつを買えると買える環境にいたりとかいるとあとね、えー、誘惑に何、えー 友達から誘われるあの食事にね食事に食事に誘われる環境にいるとまあ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 でも他にもあるとは思いますけども、うん、痩せることができない環境にいる例えば砂漠のど真ん中でねあのまあイメージできると思うんですけど何もコンビニも何もないです水もありませんと。 そこらはそこにまあ3日も4日もいたらどんどんあの痩せていくと思うんですけど <laughs>、痩せていくというかね、死,死に向かっていくかもしれないですけど、こういう環境に僕たちはいるのでね、いろんなまあ誘惑ですよね。さまざまな誘惑に誘惑があると。で、そんな中、覚悟を持ってね、よし、絶対食べないとかね、よし、やるんだってやって、それを続けられる人ってなかなかいないんですよ。 だってそういう、そういう、最初はね、意思決定をしたとしてもですよ。よし、痩せるぞって意思決定したとしても、まあ、そういう環境下にいるので、結局自分に負けてしまうと。もしくはね、言い訳というかね、いやいや、友達に誘われた。これ例えば上司とかね、例えばどうですか。まあ、これ、しょうがないと思うんですよ。上司から誘われたわね。まあ、言い訳じゃないかもしれないですけど、まあね、食事を誘われるとこ断れないですよね。 いや、今、上司ちょっとすみません。ダイエットしてるんで、みたいなね、うん。なかなか言いづらいですよね。<laughs> あと、取引先とかね。取引先の接待とか。いや、取引の先の接待ってね <laughs>。なかなか言えないですよね。仕事取ってこらないですよね。取引先の接待での食事。接待、接待、接待の食事。これは、断れないですね。仕事取ってこないといけないですから。 うんまあさまざまな誘惑とかまあこういう状況にいるのでなかなかまあできないわけですよ。だけどそ,のもうもうそういう状況下絶対痩せるっていう環境に身を投じることができるならばあ、まあまあ、コンビニもね全くありませんと友達もいませんと、まあ、あの会社辞めましたみたいなね <laughs> 上司もいません取引先もいません接待ありませんってなれば。 まあ、やあとはやらないと、まあ痩せないといけない状況ですよね。絶対痩せないといけない状況、理由っていうところですよね。だそういう状況下にいると、まあ、覚悟をしないと、まあ、無理ですよね。うん。だから、なんか、見解としてはあ、まとめということで、えー、覚悟、覚悟を、を持つこ、持つことができるのは1割と。 9割の人間は覚悟なんて持てない。そんな9割の人たちが覚悟を持ってやるためには、強制的に、強制的に、えー、覚悟がないとやっていけない環境,環境,環境に身を,身を置く。 こ,とですねまあ、これね僕が運営するドリームアカデミアでも究極のマインドセットみたいなところで、まあ、お話ししてるんですけど、まあ、今までねいろんな方を僕はサポートしてきてあのやっぱね僕とお客さんのやっぱ圧倒的な違いっていうのをよく感じることがあってそれは何かっていうと僕の場合はあのこれで飯食ってるんですね僕の場合は僕の場合ですよ僕の場合はこれを仕事としてやってますこれを仕事です これで飯食ってると。ね、コンテンツビジネスです。えー、整形を整形。まあ飯食ってるってことですね。でもお客さんの状況って何かっていうと、お客さんの状況。お客さんの状況はどういう状況かっていうと、あの、うん、給料をもらってるんですよ。わかります で、えー、コンテンツビジネス、コンテンツビジネスは副業。まあ、この状態でもう違うんですよね、やっぱ。僕の場合は、まあ、覚悟とか、まあ、覚悟も大事ですよ。覚悟も大事なんだけど、か、ってか、覚悟がないとできない部分はあるんだけども、要はこれで飯食ってるんで、やるのが当たり前なんですよ。だって、普通にね、会社で働いていて、え普通に会社で働いて,てですよ、うん、なんかあの、 いやちょっと今日なんかモチベーション上がんないんでちょっと休んでいいですかって上司に言いますいやちょっと今日ちょっとモチベーション上がんないやる気上司ちょっとやる気スイッチってどこにあるんですかねみたいな今日ちょっとやる気出ないんでちょっと仕事休みますわって会社に連絡しますしないじゃないですかだけどコンテンツビジネス副業でやってる人の中では結構な割合でなかなかモチベーションが上がりませんとか継続ができませんとかねまあ L の部屋でもたくさんいただきますそういう質問をね お悩みっていうようなモチベーションが上がらない継続ができないなかなかできないっていうでその仕事としてやったらやってたらできないってことは言えないんですよねやりたくないとかね例えば上司からね仕事が振られましたいや上司それやりたくないんでちょっと他の仕事で回してもらっていいですかみたいな言えないですよねでまあ言ったとしても仮に言ったとしてもじゃあそれ10回言われて10回そういうふうに断ってたら クビですよね <laughs> いや、お、なんか、そのね、会社に入社したら、その、これ覚えとけみたいな話じゃないですか。会社の仕事覚えとけと。いや、その覚える、覚えるのめんどくさいんで、やりたくないですって言います <laughs> でも、これ、こっちだと言えるんですよ。ね、自分で好きなことも選べるし、やりたかな、やりたくなかったらや,やらなくていいし、やらなくても、別に、その、上司から怒られることもなければ、なんだろうな。 あの別に変わんないですよ。ね、会社には行くだろうし、給料はもらってるわけじゃないですか。うん、だから、まあ、ただね、まあ、これメッセージいただくと、その、なんですかね、多分実家で暮らしてる、そう、実家ですよね。そう。実家っていうことで、まあ、飯出てくると思うんですよ。<laughs> 家賃いらないし、飯出てくると思うんですよね、実家だったら。 ながらやっぱそういう環境にいるとまあ甘えてしまうってうことですね別にお金稼がなくても実家にいれば家賃い,ないらなくて飯食えるみたいな話でやっぱどっかに甘えが出てしまうっていうところですよねだかしょうがないと思いますよだって僕もあの実家で昔ニートやってたんでうん <laughs> ニートやってましたから僕も <laughs> まあね家賃いらないし飯出てくるしって話でだからニートできる環境なんですよね そうんだからまあそういう僕はあの環境に身を置くど,どれだけ自分が意識的に意識的にそういう環境に身を置くかどうかっていうのが大事だと思いますこれが意識的にですようんまああとはねまあ僕自身もこれを仕事としてやってるんだけど僕もありますよ僕もこれを仕事としてやってるんだけど僕も人間です僕も人間です 僕も人間ですとあ。まあ仕事だから、仕事だから、やらないといけないと。けど、けど、だるいなとかね。めんどくさいなとか。あるわけですよ。<laughs> そんなの人間だからね。だけど、じゃそういう場合どうしてるかっていうと、まあこれも自分で例えば、例えばですよ。こういう状況をどうしてるかっていうと、 なんかね、喫茶店に行くとかね喫茶店に行ってパソコンを持って気分を変えてそこで仕事をするとまあ部屋にいるとね布団もあるじゃないですか,、うんね、んか誘惑もあるですけどね金払ってねノートパソコン持ってね よし、今日ブログ書くぞとかね、今日なんか仕事するぞってって、喫茶店に入ってコーヒー頼んで、パソコン開かず、ぼーっとするってことありますあんまなくないですかお金も払ってか、その場所も買ってるわまあ、コーヒー代って、喫茶店とか、まあ、スタバなんか特にそうですよね。まあ、場所代みたいな話ですよ。そう、だからそういうお金を払って、そういう喫茶店に行って、こういう高いね、スタバのコーヒー飲んでね。で、目的がですよ。そこで、スタバで、 スタバで仕事をするという目的で行ってね、スタバで仕事をするという、という目的意識ですよね。という目的意識でスタバに行ってパソコンを開,開かないってことはありますあんまないって、これね、逆にしづらいですね。 よし、今日はちょっともやる気出ないから、ちょっとスタバ行こうかな、つって、スタバでブログ書こうとかね、なんかメルマガ書こうとかね。まあそういう意識でスタバに行って、コーヒーを買って、パソコン、持ってきたパソコンを開かない。ないですね、多分。<laughs> これで言っててね。うん、多分ないです。で、もし申し訳ないですけど、それでノートパソコンを開かないで、ぼーっとしてるんだったら、それは申し訳ないけど、稼ぐ気がないってことですね。 この目的意識でスタバに行ってコーヒーを買って、で、パソコンを開かない。それは申し訳ないけど、それは稼ぐ気がないだけですね。そう。人間なんで感情は出てます。いろいろな感情はあるんだけど、この意識、目的意識を持ってそういう環境に身を置いて、やらないってことはほとんどないと思います。例えば、セミナー会場行ってね、有料の、えー。セミナー会場に行きます。有料で、セミナー、セミナー、 セミナーを受講します。で、目的意識ですね。えー、セミナーで勉強、するという目的、目的意識。そういう目的意識を持って、金を払ってセミナーの会場まで行きます。ね、セミナーの,この会場、有料でセミナーの会場に行って、勉強する、勉強する。 ですよねどうですか有料で数万円のセミナーにお金を払って会場まで行きました寝るってことありますそこでサボるってことありますなかなかサボりづらいですね <laughs> まあ3万とか払ってねまあ,あの高いセミナーだったらねもう何十万とかまあ何百万とかもあるんですけども <laughs> まあねまあ一般的にはまあ3,000円とか5,000円とか1万円とかぐらいですかどうすかね1万円払払っってて交通費払って 移動して電車に乗って行ってもしくは飛行機に乗って行ってそのセミナー会場でサボる。ないっすよね。多分おそらくノート開いてねなんか真剣に勉強するでしょうね。うん、だけど家にいたらねだらけちゃうわけですよ。ね、うんだからその結構僕は思うんですけどやっぱね給料も要はやらなくてもやんなくてやってもやんなくても結局変わらないっていうことが何だろうな。 結構問題なのかなっていう話なんですよ。うん。要は別にその、なんだ。まあ、今回いただいたね、えー、おあの、悩みでは、じ、じ、その、実家暮らしじゃないですか。だから別に、うーん、ネットビジネスやろうがやらないが、別に、変わんないですよね。飯出てくるんですよ。<laughs> どうすか。<laughs> なんかあの、今日はあなた、その、勉強しなかった、なんだ。 なんだあの、こう、なんか、あのね、今、なんか、勉強してる、情報商材とかね、僕の本読んだりとか、あと、コピーライティングの本とか勉強してるっていうことで、あと、他のね、オンラインサロンにも入ってるみたいなんですけど、親にね、あなた今日、その、プロダクトローンチ勉強しなかったらから、一週間、ちょっと飯抜きね、みたいな。なくないですか <laughs> どうですかまあ、あの、プロダクトローンチのあの、勉強してないから、ちょっと家賃払ってとかなくないですか実家、親、親に言われますあんた今、プロダクトローンチの勉強してるんでしょと。 うん、でもやってないでしょと今日。だから、あの、今月の家賃払ってねとかなくないですか。だか変わらないってことですね。やってもやらなくても現状は飯も出てくるし家賃いらねえみたいな話で。まあこっちもそうで。現状ネットビジネスをやらなかったとしても別に会社に行けば給料もらえるわけじゃないですか。か変わらないってことなんですよね。でもこれはもうか環境を変えてしまえばもう変わるしかないですよね。やるしかないですよ。しかもこういう目的意識を持って行ってるわけですから。 やるしかないんでですよこの環境下ではね、うん、だからまあ僕はそのこういうふうにやってますけどねでももちろんその覚悟っていうフレームも,もちろんありますよだから僕がこの情報詳細完全バイブルを出した時にもうねもうなんだまあ書店にね当時はね書店今は書店に並んでないですけども当時は書店に並んでる本を見てで僕は本名でだ出してるわけですよ でぶっちゃけ言うと情報商材完全バイブルっていうこの情報商材っていうのは世間的にあんまりいいイメージはないんですよね情報商材屋みたいななんか詐欺やってんだろうみたいなあんまりいいイメージはないんですよでそんなあんまりいいイメージがない完全バイブルを出してるわけですよわかります <laughs> あんまり世間的にいいイメージがない情報商材屋だろうみたいなその完全バイブルという本を 出しました本屋に並びましたそれを見ましたあもう腹くくろって思いましたね <laughs> 俺はもうこれで生きていくっていうのを腹くくりましたねだからこれもお客さんとちょっとシチュエーションが違うお客ね、こんな本多分出さないと思うんですよ僕ぐらいですよこんな本出してるのはだってこの本出そうとする人がいないですよだってもっと綺麗なね本を出すんだったら綺麗な本出して綺麗なブランディングした方がいいじゃないですか こう自分のブランディングはもうなんかもう汚してるみたいな話なので <laughs> まあ一般の人はまあ絶対出さないですね情報商材っていうフレな名前で本を、うん、だけど僕は出したんでそうだからもうこれで僕は腹くくって覚悟しましたねもうこれで生きていく人に何て言われようともう出しちゃってんだから 人に何て言われようと情報商材やって怪しいよねと詐欺,詐欺だろうねと何と言われようと、あのー、やっていこうっていうふうに。でも情報商材って僕から言わせるとみんな情報商材なんですよ。情報買ってるじゃないですか本屋で。だからそれが本,本、本、本の表紙を買ってるわけじゃない。本の中身の書かれてる本の内容情報を買ってるわけで本の表紙が綺麗だから買うとかね。まあそのデザインの本とかだったら別かもしれないですよ。 デザインの本とかだったらまあちょっと別かもしれないですけど、まあ、基本的にビジネス書とかねなんで買うんですかっていう話でそこに書かれてる情報を買ってるわけで、まあ、この世の中はもうほとんど情報で成り立ってるって僕は思ってるのでそれを、まあ、情報商材っていうのか情報教材っていうのか本っていうのか参考書っていうのか教科書っていうのか名前が違うだけであって情報を扱っているほとんど、まあ、ニュースとかも情報じゃないですか 普段見るニュースなんかもね、うん、ただまあ一般的にこの情報商材っていう名前があんまり綺麗ではないのででもそんなものを僕が出して出版してこう出して本名を出したんでその時に腹くくって覚悟を持ってもやるしかないっていうなんかこれもまあ環境っちゃ環境ですねそういう状況になったっていうことですねうんこれもまあ環境っちゃ環境かな だからこれで僕は飯食っていくって、これを本,本業仕事にしてずっとやっていくぞと。で、完全バイブルっていう本出してるぐらいだから、あの、日本一の発信力、情報発信力だったりとか、日本一の塾作るぞみたいな感じですよね。う まあ絶対出さないですよね、人生において。多分これ、あのー、聞いて、僕の YouTube 見ているとか、この話を聞いている人の中で、情報詳細完全バイブルをっていう本を書店に並べる本を出す人は絶対いないですね。絶対と言うたら語弊があるかもしれないですけど、多分、おすすめはしないですね。もっと綺麗な本出せと。<laughs> 出すんだったら <laughs>。だからこれ名刺にならないんですよね、正直。あんまり。 あんまり名詞に一般的にあまりいい名詞ではないので、うん、だから僕がアドバイスするんだったらもっと綺麗な本出した方がいいよみたいな <laughs>、ね、話でただニッチなんであのそのこの情報商材完全バイブルっていうのは僕がこう出そうと思ったわけじゃなくてその中和システムさんのマーケティングなんですよね中和システムさんが情報商材っていうカテゴリーで 本を出してる人がほとんどいないなライバル不在なだったんですよね。なんで、あのー、そこの空きがあると。ね、ニッチだ。めちゃめちゃニッチで、そんな部数は売れないですよ。でもめちゃめちゃニッチで、そこにライバルがいないから、あその企画したらしいんですよ。で、あのー、3人ぐらいかな。 最初僕に声がかかったわけじゃなくていろんな人になんか声をかけてみてたらしいんですけど誰も書く人がいなくて周りに回って僕のとこに話が来たっていう <laughs> あで僕のとこに話が来て「あ全然やります」みたいな「本出せるんだったらやります」みたいなね何,何も考えず「本出せるんだったらやります」みたいなねであのやったんですけど。 だから僕が本を僕が自ら本を出すってなった場合すいませんこれは出さないですねだってあの名詞として微妙じゃないですか本を出してますってなった時に <laughs> これは週和システムさんの企画になりますで、えー、著者を探していてで周りに回って僕に話が飛んできて、えー、出したということでございます <laughs> だから僕が出したいっていうわけで出したわけではないんですよねこの裏話なんですけど うん、全然その本を出す気もなかったし本を出せるとは思わなかったし、うん、なんだけどそういう話が回ってきたということなんですよ、うん、でもまあねきっかけはそういう感じでしたけど出してしまったにはもうね本名も晒してるしこの名前だからもうやるしかねえなっていう話ですよね、うん、ただからまあ情報詳細やって言われてる人の中ではかなり特殊だと思いますよ僕は。 だってその動画に関してももう2万8千本ぐらいアップしてる人いないじゃないですか情報商材屋の中で多分いないと思いますよでサポート塾もサポートも8年ぐらいやもう8年ぐらい塾も僕やってますけどずっとサポートしてますからずっとやつサポート続けてるしうん多分情報商材屋の中であんまりいないと思いますけどねまあ日々こうやって発信もしてるしうんまあそれはまあまあそういうその 本がきっっかけっていうところありますよね腹くくった覚悟を持ってやったみたいなただ一般的には僕と同じシチュエーションになることはまずありえないですこういうねこの本を出すとかねないですねだから僕もね人生において自分の名前で本屋に並んだ時感動しましたからねまあ情報商材完全バイブルって本でしたけど自分の名前が本屋に並ぶってまあまあないですよまあね何百万積んで自費出版だったら出せますよ多分ねやると思えば。 でも僕は1万お金払ってないですからね <laughs>。そう。うん。なんかね、まああれはなんか感動したのをいまだに覚えてますね。自分の名前が本屋に並ぶっていう。まあそもそも僕なんかね、中学校の成績オール1みたいな人間でしたから、勉強を全くしてこなかった人間がね本屋、本屋に本並ぶってなんか違和感しかなかったですけど。うん。まあちょっとね、話は脱線しましたけど、まあほとんどその、 なんだ覚悟等っていう覚悟は作れないのでそういうその覚悟がないとできない環境にも意識的にそういうとこに飛び込んでいくっていうことがこれが大事ですね意識的に目的意識を持ってそういうとこに自らこの飛び込んでいくこの環境を変えて環境を変えていくっていう、うん、これが超大事です。だから あのそうそう今年ね僕最後またあの事務所の模様替えをしようと思ってるんですけど模様替えもねもう10回ぐらいしたかなだからその自分のいる環境あるじゃないですかでそれも僕定期的にその机とか変えたりとか模様替えとかするんですよでそれは何でかっていうといつもの景色だとマンネリ化するので新しい机を新調するとか新しいなんか機材を新調してそのまあ 部屋をアップグレードしたりとか部屋を模様替え一概してそのなんだうんやる環境をこう作っていくいやあ仕事がしやすい環境を追求していくみたいな感じですねデスクワークどういう感じのやつだって仕事しやすいのかっていうそういうのもやってますねうんだからねまた新しい机買うんすよであとまたモニターも買おうかなと思ってるんですけど そのの仕事の環境ですよねそれは目的意識どういう目的意識の快適にどうやって仕事するのかっていう意識があるからその普段いるその環境普段いる部屋の中でもうーんどうやったらいいのかっていうのは、まあ、考えて改善したりとかねやってるってことですねうんまああと部屋もきれいにするとかね部屋,に部屋をきれいにするっていうのもそうですよこの目的意識ですよ うん、だって部屋が綺麗なところと部屋が汚いところどっちの方が快適に仕事がしやすいですかって言わ,言われると部屋が綺麗な方が間違いなく仕事しやすくないですか例えば スタバがめっちゃ汚いとこだったらなんかパソコン開けて優雅になんかスタバでパ,パチパチやろうと思わないじゃないですかスタバってなんかその雰囲気感綺麗な雰囲気感でおしゃれな雰囲気が雰囲気感があるからなんかそこで仕事するとちょっとモチベーション上がったりとかなんかモードに入ったりとかできるわけですよただスタバがめっちゃ汚いとこだったらあんまりそのテンション上がんないですよねうん 例えばなんか大観山とか南青山とかもうシャレオツのなんかその喫茶店とか入ったらなんかちょっとモチベなんか変わるじゃないですか雰囲気うんでもその汚ねえねなんかそのなですかねなんか目の前にちょっとすいません汚いかもしれないですけど目の前にね布団なんか布団があってうん布団の近くにねオナティッシュがね散乱してて <laughs> すいません 下品ですけど <laughs> でゴミめっちゃ散らかってる中でなんかクリエイティブな仕事をするって結構まあできる人はできるかもしれないですけどどちらかというとクリエイティブな仕事をするんだったらスタバでいおしゃれな,なんか雰囲気あるとこでやった方がなんかいいと思うんですよ。うん。だからそういうのも綺麗な場所で仕事をするのか汚い場所で仕事をするのかどっちのが自分のその。 モチベーションが上がが上るのかのかかいいやや仕事しすおしゃれな雰囲気でやるのかそれとも全然おしゃれじゃないとこでやるのかどっちの方が仕事のパフォーマンスモチベーション上がるのかまあ人それぞれちょっと違うかもしれないですけどねただ僕はそう思うんで意識的にそういうのはやってますねだ部屋を掃除するっていうのも実はめっちゃ大事ですよねそういう意識でやってるのかやってないのかって話でもともと僕なんかはしあれですからねあのし ザ男ですから、僕も。一応、その、ね、えー、部屋の片付けとか別に得意じゃなかったですから。でも、ビジネスやるようになって、意識的に部屋をきれいにするようになりましたね。うん。はい。ということで、いろいろ申し上げましたけど、いただいた質問に対して回答させていただきました。で、こちらですね、L の部屋でも一応取り上げさせていただきますので、えー、多分ん放送日はね、 に12月ぐらいになると思います、はい。うん。で、まあ今回その買取アップキャンペーンやってたんで、その買取アップキャンペーンの5倍で買取させていただきますので、またね、まあ同じようなこと言うか、もしくは切り口を変えて言うかちょっとわかんないですけど、はい、またあの L の部屋でもこちら取り上げさせていただきますので、よろしくお願いします。まああとはですね、えっ、ー、とメルマガの方にこちら登録していただいて、まあ今後またキャンペーンもやりますし、まあ この前5倍やったんで、次は6倍です。で、6倍の後は7倍、7倍の後は8倍、8倍の後は9倍みたいな感じで、今ずっとアップしてるんですよ。2倍、3倍、4倍、えー、5倍、次6倍、で、10倍までいくんで。うん、で、通常、デフォルトでもね、常時こういうのやってますので、通常は100円ですけども。はい、だから、脳汁太郎さんとかは、もう常にね、100円でもガンガン来るんで。 まあ、L の部屋聞いていただいているんだったら分かると思うんですけど、ノージル太郎さんもすごいですからね。もう1万円以上稼いでますから、この <laughs> 企画で。この L の部屋の企画で、ノージル太郎さんはもう1万円以上稼いでます。はい、なんで、何度なん、あのまあ、24時間で連打は無理なんですけど、この、だんだん、えー、24時間後であるならば、あ何度でも大丈夫です。はい、何度でも。 一日一回の質問とか全然大丈夫です、それだったら。うん。一回この子に応募したからもう、もう買い取りしませんってことはないので、何度でも参加できます。まあ、ただね、メルマガ読者さん限定の企画としてやってますので、あのメルマガを解除した場合は、それは無理ですね。うん、すいません、そこは。メルマガ解除してるけど、これ応募されるとそれはダメなので。うん。 はいということで、まあ、今後は申し訳ないですけど、ちょっとメルマガの方に登録していただいて、そこから、この専用の、ね、ページの方から、えー、この企画の方にご参加いただければなと思います。はいということで、いただいた質問に対して回答させていただきました。ありがとうございます。